はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。お肌が荒れてるラウンドでございます。何なんすかね。なんでね、こんなニキビできるかわかんないんですよ。毎日ちゃんとチョコラ BB 飲んでるんですよ。ここ3ヶ月ぐらい。ということで、今回はね、ちょっとカーコロンをね、新しくしようかと思います。今ね、取り付けてるのがね、実は一応2種類あるのかな ?2 種類あって、まあ、定番のやつなんですよね。カーメイトのやつ。カーメイトの、このホワイトムスクってやつね。G631 って多分ね、Amazon で検索したら出てくると思うんですけど、これね、なんかね、なんだろう。匂いに慣れたとかある？いや、わかんないんだけど、なんかね、全然匂わなくて。だってもう全開けにして、いや、これ2つ置いてるんだよ。今助手席から出したけど、助手席と運転席の下に2つ置いてんだけど、全然、なんかね、匂わない。で、誰かにこう開けて匂っても、わかんない。いや、自分だったらさ、毎日乗るから、なんだろう、匂いに慣れちゃってわかんないってことあると思うんですよ。で、たまにね、乗ったりとか、全然違う人が乗ると、その匂いの違い。まあ、家の匂いと一緒だよね。だから毎日いると部屋の匂いってわかんないんですよね。だから、他の人に、こう、ちょっと匂うって言ったら、まあ、多少匂うかなとか、2つ置けてるんですよ。2つ置けて、多少匂うかなとか言われたら、みたいな。多少なの？みたいな感じで、全然ね、今んとこね、去年はこれ車買ってずっとこれを乗っけてたんですよ。しかも同じね、当時から2つ乗っけてて。で、その時も自分で分かってたんだけど、で、一回夏に、今ね、ちょっと足元の方につけてるんだけど、吹き出し口にね、つけて、香りを出してくれるっていうやつに変えて、で、また冬になったから、これに戻したんですよ。これだから、まだ入ってるんですよね、このなんか白いやつ。ほら。こうやったらわかるけど、めっちゃ入ってる。もうほぼ新品だから、1週間も経ってないからね、これ。だけど、わかんない。あんまわかんないらしいです。うん、まあ、なんだろうね。なんか、微妙なんだよね。うん。で、私は考えました。まあ、去年から考えてたんだけど、今回はこちら。こちらですね。どこのメーカー？何これ？SPR JAPAN と書いてあるけど、サムライアクアマリンカーフレグランスです。これをつけようかなと。で、これをね、今普通の上の吹き出し口につけると意味がないんですよ。っていうのは、あったかい風っていうのは基本足元かな。こっから出す人あんまいないと思うんだけど、自分とかで出してる人いますけどね。夏のこの吹き出し口っていうのかな。三脚がこう見えてるけど、この吹き出し口っていうのかな。こっから多分ね、あったかい風出す人はあんまりいないと思うんですよ。なんでかっていうと、乾燥してる、ね、空気が来るもんだから、当然なんだろう、乾燥するんですよ。口の中とかがね、こっちからね。だから、で、今切ってるけど、多分ね、オートって押したら基本ね、この暖房じゃないけど、吹き出しが足になってるんですよ。だから下からこう、温めるみたいな。あったかい風を下から温まるのかな？こう、だんだん。冷たいのが上からだよね、確か。なので、基本は足元になってるっていう感じです。だから、ここにつけても、基本下から出てくるから、あんまり意味なくて、で、実は、こんな感じで、足元にね、前のこれをね、つけてました。もうカラカラだよね。あ、まだ微妙に入ってるか。でもほとんど効果ないんだよな、これも。ちなみに、ムーブの吹き出しはね、こっからあったかい風が出ます。足元でしたらね。運転席も同じ感じですね。ということで、夏と同じような感じで、今回これを買おうかと思います。さっきの、これは、まあちょっと液入ってるけど、もうでも、だって夏に買ったやつだからね、これ。もうね、ほとんど匂わないんですよ。まあ、匂わなくはないけど、あんまもう匂いが出てこない。ちょっと前につけた時は匂いあったんだけど、あんまなくなっちゃったから、代わりにこれをつけて、匂いをね、ふわっとさせようじゃないかと。もう風に乗せるのはもう絶対だよね。もうこうやって持つからダメだわと思ったわけです。で、邪魔にならないように助手席つけてるといった感じです。まだね、これの香りが分かんないですよ。正月の初売りで買ったんで、サンプルも何もなしに買ったから、どんな香りするか全然知らないし。ないこれ。あ、ね、もう会社がこうだとは、こういうキャップだと、こう回すじゃないですか、普通。回して、なんかピキピキとか言うから、えっと思ったら、上に外すんだね。扉をなんか横にするか、こう開けるかみたいな。あ、これはキャップなんだ。これが中瀬はキャップだね。んで、これで、芯がある。これに芯があって、あ、液そのままだ、これ。これ以上傾けたらちょっと怖いな。これ以上傾けたら多分出ちゃうんで、これで芯を入れるみたいな感じ。こんな感じね。よいしょ。うん。なんか、これでいいのかな、うん、こんな感じ。それでいいみたいな。お、吸ってきて、吸ってきて。これわかる、ほら。スポンジがもう一気に色変わった。今、振ったらね、一気に吸ったわ。スーって吸ってった。うん、侍の、香水は昔ね、持ってたんだけど、ちょっと違うな。なんだろう。どちらかというと、スイート甘い系、侍ウーマンとかに近いんじゃない？どっちかって言ったら。ウーマンじゃないよね。ウーマンではないよね。侍アクアマリンって書いてあるから。なんかね、普通の、この、カーフレグランスじゃなくて、普通の香水だったら、侍ウーマンに近いんじゃない？なんか甘いんだよね。香りが。なんかイチゴみたいな。うん、感じがする。うん、で、これを入れると。表がこれで、裏がこうなってて、ここに引っ掛けのあれがあるんだけど、つまりこれだね。こうなってると。これは縦横一応可能か。縦横可能。で、ここに、網目みたいのがあって空気が抜けて香りが出るみたいな感じかな。見えないからあれなんだけど、あ、これはね、香りの調整ができないですね。もうこのキャップがもう一箇所にしか入らないですよ。ぐるーっと回しても、もう今ここね、この裏側っていうのかな。しかもなんか緩いんだけどめっちゃ緩いんだけど、まあ、外れることはないと思うけど、こうでしょ。ここからちょっと開けてぐるーっと回すけども、入るとこない。ほら、ここにぴったりはここだけだね。うん。あとはちょっとね、バーッと出してみないとわかんないけど、なんかやっぱ甘いんだよな。なんかね、ほんとイチゴとかなんかそういう系の匂いだよ。なんか、あ、侍の匂いこんなんだったっけ、うん、なんかウーマンだよね。で、さっきの吹き出し口のところにまたつける。こんな感じで取り付けました。普通にこの白いとこにかましてるだけ。もう大丈夫かななんかね、若干取れそうな気もしなくはないんだよね、うん、ちょっとエンジンをかけるというか、ちょっとファンを回してみようか。多分ちょっと聞こえると思うけど、今結構ファンをね、マックスじゃないけどマックス近くでね、バーって出してるんですよ。うん、匂うね、匂う当たり前か。ちょっと甘い香りがね、ふわーっと車の中に完璧だね。香りとしては完璧だわ。ただね、ちょっと強めかな。当たり前かもしれないけど、あったかい風をバンバンここに当ててるから、ね、結構匂うな、結構強めな匂いだと思います。まあ当たり前なんだけど、ちょっとバッテリーがエンジンかけてないから、ね、ちょっとファン一回切りますね。で、前のっていうか、まあ、今までつけてたやつ、もう多分これがね、もう何ヶ月も夏につけたやつだから、もうほんとね、あんまり匂いがね、出てない感じなんですよね。なんだろう、マンネリ化っていうか、だって色変わっちゃってるじゃない、ここ。白だったのが、黄色になっちゃってるし。で、これはもう全然取れなかった、アコにつけてて。これはね、よくできてるんですよね、この、挟むところが。で、これの何がいい利点って、これ調整があるんですよ。これこうやって、その、どんだけこのフィルターっていうのかね、ここに風が当たるかっていうのを調整できるんで、匂いの調整が効くっていうところです。これが、まあまあ結構いい匂いだけど、あと、どれくらい持つかなんだよね。冷たい風で、まあ大体、普通は1、2ヶ月とかなんで、あったかいですね。今、寒いからね、暖房をこう出すんで、それが何ヶ月持つのかなっていうところです。何ヶ月か、まあ最大2ヶ月ぐらいなんで、まあ2ヶ月後ぐらいには、またね、新しく買えると思います。多分これの詰め替えようじゃないかな。早ければ1ヶ月後ぐらいになるかもしれない。うん。もうこれは、これもキャップがねえの。これもね、こうやったら匂うんだけど、うん、って感じ。はい。ということで、今日はサムライというね、カーコロンにしてみました。Amazon では、945円で、売っているみたいです。まあまあいい値段だよね。今ね、初めてちょっとレビューを見てんだけど、あれだね、ちょっとやっぱ、普通のサムライより甘く感じるっていう人もいるみたいだけど、なんかそんなに強くなくて、ふわっと匂う、薄い匂いっていう感じが多いですね。まあ今多分自分つけたばっかりなんで、ちょっと強めに匂うっていうのもあるかもしれないですけども、まだそれは来月ちょっとね、どうなってるのか、1ヶ月後に誰かね、こう車に入ってどんぐらい香ってんのか、まあ、その辺はねちょっと、楽しみにしておこうかと思います。皆さんもね、ぜひこういう系の、この下の吹き出し口つけてみてください。より香りがすごくふわっと回るんで、だから調整ネジがあったらより便利だと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。